ちょっとね、届き物があるんですよ、今日は。ツイッターを、ね、見てくれてた人はね、もしかしたら知ってるかもしれないですけど、最近、シャッフルマスターって聞いたことある？いや、全然聞いたことない。全然知らん、はい、そう、シャッフルマスターになる単語が、ちょっとツイッターで俺見かけて、どうも新しいスリーブっぽいんだよ。ただ、まだ発売してない。そう、ということで、メーカーに試供品を送ってもらいました。はい、ブロッコリーさんに、はい、ツイッターでわがまま言って、はい、送ってもらったんで、今日はね、ちょっとそいつのレビューをね、していこうかなと思います。まだね、これ、発売してないやつだから、非常に貴重な動画になるかなと思うので、ぜひ見ていってください。じゃあ、早速ちょっと開けていこうぜ。おぉ、なんか後ろに。はいはいはい。なるほどね。これあれだな。中にお手紙入ってるパターンだな。で、これです。はい。シャッフルマスターと。これかっこいい、はい、このスリーブがにわかに世間を賑やかしつつあるかもしれないような気配がしているということで今どういう状態なのかというと、これが発売日が9月になる新しい競技向けのスリーブなんだけど、今どこで手に入れられるのかというと、メーカーがブロッコリーさんなんだけど、ブロッコリーさんが出しているカードゲームのゼクスのイベントで物販で2000円だったかな、以上買うとこの40枚の試供品が1セットもらえますよみたいな状態になってて、ちょっとね、名古屋のイベントがね結構先だったんで、はい、わがまま言って今回は送ってもらった。だから、ね、一応プロモーションが多分この動画ついてると思うんだけど、お金はもらってないです。物だけ送ってもらいました。だからお金はもらってないんで、好き勝手は言いますやっぱりそこはね、気楽にやりたいからね。さあ、というわけで、はい、こちらですね。表面はこっちが、何だったかな、表面がエンボス加工で、こっちのね、カード面にマット加工があるっていうのが、ね、このスリーの最大の特徴かな。俺がよく使っているさ、刀、ちょっと今持ってくる。これ、俺がよく使っている刀スリーだと、表面がエンボス加工は同じなんだけども、こっちがね、クリア加工になっているので、なんだ、カードのイラストとかは綺麗に見えるけども、シャッフルの性能としては、まあ、こっちの方が多分、一応、上になるんじゃないかなという気はします。いや、もうね、まだシャッフルしてなくて触ってるだけなんだけど、この時点でね、かなりいい予感がしてるね。ちょっとつけてみるか。そのカードだけでデッキに入れたパターンだね、スリーブ、まあ、これがいつも俺の刀のやつで、まあ別にいつも通りのシャッフル感ですね。特に言うことはないです。スムーズに入っていっていく感じ。これちょっと付け替えてみましょうか。というわけで、今入れ替え終わったんで、早速シャッフルマスターでシャッフルしていこうかなと思います。はい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 。いや、非常に滑らかですね。エンボスとマットの合わせ技で、はいはい、非常にカードの滑りがいい。ツイッターでちょっと見かけたのは、若干横入れがしにくいみたいな声があったんだけど、多分サイドがね、やや硬いのかな。確かに、やや引っかかる部分はないこともないかなという感じだけども、まあ、支障はないかなという感じで、慣れてしまえば特に問題はなさそうな感じですね。で、これがとりあえず、インナーなしの、素の状態のやつだね。はい、今度はちょっと、インナーありのバージョンやってみようかな。よいしょ。あ、ちょっと、これめっちゃ入れやすいよ。そうさ、インナーつけたスリーブってさ、入れるの結構さ、なんだろう、圧迫感があるというかさ、抵抗がかかってさ、ちょっとなかなか入っていかないときあるじゃん。すげえ入ることない？スムーズ。スムーズ入るよね。何これ。こうだからね、早っ。すごいよこれ。めっちゃ入れやすい。いや、このインナーつけてるときの入れやすさはポイント高いな。よし、もう俺今週の CS これで出ようかな。シャッフルマスターの回し物とかかもしれない。これが今、インナーつけた二重スリーブの状態ですね。素晴らしいわ。で、これ、インナーつけた状態だと、もう横の引っかかりもほとんど気にならない。うん、やっぱり真ん中がちょっと膨らむからさ、カード全体が、言ったら大げさに言ったら、こういう形になるんだよ。はい、まあその形になると、基本的には横入れっていうのは、よりしやすくなるので、まあ、インナーつけてあげると、まあ、素の状態の時に、若干気になった横の引っかかりみたいなものをもう
はっきり言って消滅したね、うん、まあ、これ、完全体です、うん、おちょっと滑ったね、これは非常に滑りがいい。まあ、開けたては若干気をつけた方がいいから、あの本当にスムーズにカードが動くんで。おお これ使うわ俺個人的にはこれはもう買いですね、うん、もう乗り多分乗り換えると思います俺はこっちにいや、うん、こっちだ9月か、まあ、9月までを耐えるか。だから次の調子いいさはまだこっちだな。 GP にはもう乗り換えれてるかなって感じですね、はい、で、これのね、非常にね、いいところはね、実はこれ刀より安いんですよ。80枚入りで980円プラスで、刀だと1200〜1300するから。確かに。そう、まあ一応枚数がね、100枚と80枚でちょっと違うんだけど、デュエルマスターズ的には100枚って別にいらないのよ。40、40の80で別にいいというのもあって、これはね、非常におすすめですね。やっぱりこのコスパってスリーブデータ非常に大事なんだよ。ここをケチって買い替えがおろそかになって結果的にペナルティー食らう人っているのよ、たまにスリーブの状態で。俺前にさ、CS で妻で行ったのよ、はあ、三重のはいはいはい、そのえちらおちら、はい、でそこをボロ負けしたんだけどボロ負けしたんだけど、そこでさ最終戦にさ、もう地元の中学生ぐらいの子と当たったのよ、はい、もうそしたらスリーブがガシャガシャでさそれをまあさすがに一応ジャッジ呼ぶかと思って、でジャッジ呼んでスリーブ見てもらったら、そのスリーブを交換してくださいって最下位出たんだよ当然ね。でその子はお小遣いがないです、買いのスリーブもないですって話になっちゃって、スリーブ交換できませんと、まあ、そうなったらさすがにもうしょうがないから、じゃあ仕方ないけどゲームロスになっちゃうねっていう話になっちゃって、うん、そうスリーブが交換できないともうそこまであるのよ、負けるって負けになることすらありえるのよ。それぐらいその区別がつかないカードというものをね、徹底することは非常に必要重要なことなんだけども、まあ、ちなみにその試合はあんまりにかわいそうだから俺スリーブ上げたのよそう、わざわざスリーブ上げてちょっとボコボコに負けてあのまず不戦勝になりそうだったのに自分のスリーブを上げた挙句ボコボコに負けたやつになったのよ妻で行って、つまり妻で行って妻で行って不戦勝になりそうなところを自分のスリーブをわざわざ上げてその後ボコボコに負けた男でそう、まあ、それはねまあいいんだけど、そう、まあ、やっぱりだからそういう意味でもその、まあ、コストパフォーマンスに優れる自分の手の届く範囲の買い替えやすいスリーブを使うというのは非常に大事なことで、まあ、このシャッフルマスターは値段もね、はっきり言ってこの性能で980円プラス税はめちゃくちゃお買い得なんで、まあ、俺は使うかなこれをという感じですね。もし興味がある人はあのゼクストリームっていうゼクスのイベントでこれが配布されてて、物販でゼクス関連商品を、2000円以上お買い上げの方に体験用サンプル1セット40枚以上プレゼントというもので、ちょうどワンデッキ分だよね、ゲーマー的には。本当だ。ちなみにゼクスはデッキ50枚だから40枚じゃ足りひんよという声が上がってんのを見たなんか知らんけど、むしろデューマ向きですこれはい。あ、で、あとこれ大事なこと言っとくかな、このロゴ、これは製品版にはないです。え、ないないですよそれ。ない、普通のスリーブみたいに、まあ、いわゆる無地スリーブのラインナップになるね。何にもない色と、まあ、一応あと柄のパターンもあるみたいなんで、もしかしたら今後カラーバリエーションが増えるのかもしれないし、何かしらそういう、まあ、この加工のまんまなんかデザインがついたようなものが出てくるかもしれないね。というわけで、ブロッコリーさんの、シャッフルマスターのレビューでした今日は。いや、ありだな。いや、もうこれしか使いたくない今これしか使いたくない今、もうこれしか使いたくない、どうしようね。じゃあバイバイあ、チャンネル登録お願いします。はい、はい、ちょっとね、追加の、情報というかレビューがあるとそれもねちょっとつけたいんですけど、まあね結構ね絶賛って感じで終わった動画になってるかと思うんだけど、ちょっとね
しばらく使っているとちょっと気になる点が出てきました。はい、というわけで、よいしょ。まあ、特にこの、まあ、俺の場合、なんだ、この、こっち側、右側かな、この差し込んでる側、差し込まれてる側が、まあ、ちょっと痛みやすいかなという感じで、かなり縁がギザってるのが見てもらえるかなという感じなんですけど、逆サイドと見ると、まあ、そうでもないかなというふうにそうなってて、まあ、ちょっと、まあ、この縁が、まあ、傷が目立つのが早かったかなという印象はあります。はい、まあ、この辺に関しては多分ね、これはね、この製品がどうというよりは、多分これどういう構造になっているかって多分話からの問題で、このスリーブがさ、裏面が透けないように黒いシートが入ってて、その上に多分この表面の加工のものが貼り付けられているので、多分その部分で要は裏面が二重になってるんですね。そこの部分が、まあ、シャッフルで傷んでちょっとめくれてきてるというような形で、シャッフルに使っている側はかなりこのガタガタが見えやすくなってしまっているという形です。もちろんね、スリーブって基本的には劣化していくものですし、例えばこういったものがちょっと出てきたからって直ちに例えば、区別のつくカードで、まあ、重いペナルティが出るかどうかっていうのはね、ちょっとまた別の話になってくるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、使ってて気になるなというのは間違いないかなというのが、まあ、正直な感想になりますね。ただ、例えば今回のシャッフルマスターでいうとカラーバリエーションに黒があるので、またおそらく黒を使っていれば正直ってほとんど目立たないんじゃないかなと思うので、まあ、その辺気になる人は、まあ、黒を使ってもらうのが多分いいんじゃないかなと思います。この辺はね、ちょっと発売して実際にその製品を手に取ってみないことにははっきりしたことは言えないんですけども、まあ、白とかそういった明るい色のものよりは、まあ、元のこの裏面の透け対策のシートの色に近い黒とかそういう色の方が、まあ、より目立ちにくいんじゃないかなという感じでした。以上です。